ろしくお願いします。ブンマロン夜なんです。いいね、今日はダサいおさむに、ダサいおさむにいきます。いや、ダサいおさむには申し訳ない。ひどいな。はい、どうもこんばんは、こんばんは、ブンマロン夜なんですです。はい、よろしくお願いします。今ね、ちょうどコメント一瞬もう始まった瞬間に、もう今ラジオが始まったボーの時に来たコメントがね、野の中の銀のつぼみさん、ホタル、ホタルさん、ホタルさん、はい、バイバイ。今始まりました。あと1時間ありますよ。なんか嫌だ、そんな、なんか、いやでも挨拶してくれるぐらいいいじゃん。じゃあ喋る人が、あ、帰るんだみたいな感じでね。じゃあ挨拶のできる子はいい子だから。いい子だ、なるほど、確かにそうですね。社会では挨拶が大事。挨拶はしっかり。今までで一番ちょっとレベル高いいじりなんで。始まった瞬間バイバーイって。さすがですね。ありがとうございます。はい、またじゃんじゃんメッセージをお待ちしています。メールアドレスの方が797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com、 また FM ギノワンさんのホームページからツイキャス、ユーストリーム、その他もろもろ、またリスンラジオ無料アプリでもチェックいただけますので、よろしくお願いします。あ、ね、あ、何お前なんか上手くなってん、なんかこのメールアドレスの読み方とか。ケントはこれテンプレートだから。マジテンプレート、うん、始まって1分してまずこれをやるっていうのが、うん、知らなんだ。ちょっとケントと一緒に出る回ちょっと俺久しぶりかも。ケントと出るときは本当にいつもこれ始まって1分でやるから。めっちゃなんかね、そこはね、皆さんとの、コール&レスポンス、自分たちコール&レスポンスのバンドじゃないですか。はい、そこを大事にしていかないといけないと思います。うまいこと言いますね。お前なんかびっくりした俺今。なんか何、どこでそのプロ感得たの。いや、そうでもないと思うよ。そうでもないと思うよ。今全然うまくもなんともないよ。なんかお前だけ成長してってなんかムカつく。いや、俺3週間ぶりですからね。今半年ぶりぐらいにケントになんかすごい尊敬の念を抱いて、いや、楽しんでいきたいと思いますので、1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ね、まだね、野の中の銀のホタルさんも始まったね。始まりました。よろしくお願いします。来てくれたんですね。ちょうど始まりました。今ちょうど始まりました。チャンネルはそのままでお願いします。本当に、ね、ラフ的な。ラフ的な。ラフ的な。ラフ的じゃないですか。どういうことですか。失礼いたしました。言葉が滑りました。いやね、まあ本当久しぶりですね、3人でやるの。今日はね、僕ボーカルゆういちと、ギターのケントと、はい、ベースのね、はい、ヒューでやってるんですけれども。はい、先々週は。うん、2人ね、ゆういちさんとコウタロウさんが、もうコウタロウと最近やりすぎてから、もうなんかすごいダレててる。コウタロウがダレてる。お前それ言うな。違う、コウタロウがダレてる。夜なんですも言ってくれなくなってきた。中曽根さんは結構もう、ね、俺この前もう自由奔放だから、ブンバラの夜なんですって言った瞬間にコウタロウ夜なんですみたいな。夜なんです、怖いわ。一応あいつがもっと弱そうだったら俺らも名護さんですけど。ね、最近ね、原骨とかしたら多分俺ら殺されるもん、うん、うんうん、みたいな。 あいつ会うたびにね、ほんと体が大きくなっていってるから、ね、あの体格はちょっともう生まれ持った才能で、ハルクだからね、ほんとに。いや、まあね、人の文句はね、いないところで言わないようにしましょう。ちょっと弱いやつらだから、いないところでしか言わない。弱いやつらの集まりで、ね、公共の電波でさ、メンバーの悪口しか言わない。悪口、うん、メンバーがあいつ強いっていう話。なんだよ、あいつ違うんだよ、あいつ違うんだよみたいなさ、なんか疎外感はなくしましょう。いや、誰も止められないからね、彼は。いや、俺も強そうな人にもなりたかったな。何の話を。まあね、皆さん、強くなりたいね、うちの中にマイヒーローがいると思うんで、ね、それをね、育てていきましょう。はい、そういう番組です。え、まだまこっちゃんさんからもメッセージいただいてます。ありがとうございます。バンドマンのお盆は甥っ子たちに尊敬されたりするんですか。バンドマンのお盆、そうですね、旧盆ということで、はい、自分はもう一回も帰ってないですね、うん、もう、え、嘘。え、じゃあケントの話終わりじゃん。もう俺お盆、一応年は近いんですけど、姪っ子に当たる子から、はい、この前お盆でばあちゃん家行ったら久しぶりに会って、うん、
今日獅子の落としのライブ行ったって言われた。あの子あいつ俺らのライブ来いっつってお前確かに獅子の落としのライブ行ったってお前っつって言いそうになった。確かに、うん、ああ獅子の落としいいよねっつってねえフチ の心の中でも来いよってね、うん、次絶対来いってラインするお盆ちょっと帰りたかったんですけど、ちょっといろいろお盆とかさ、なんか年にお盆とか正月とかでなんか実家というかばあちゃん家とか行くじゃん、うん、いとこ生まれたちびっ子たちどんどんでかくなっていかん。確かにね、俺ね、うん、一番下だっけさ、お前がちびっ子一番下っていうか相当それでかくなってるよ、お前とか周りから。そうそう、でまあそのいとこが最近子供生まれてはいるけど、なかなかねみんな内地に住んでるから、あもう会うことあんまりないね。いや多分お前そのメガネでお盆行ったら多分親戚みんなびっくりするよ、うん、なんでねお前メガネは関係ないよ、誰ってなるはずよ。ゆういちがちょっと今日うちのギターボーカルのゆういちが新しいメガネ、僕は初めて今日見たんですけど、うん、新しいメガネ今かけてて、うん、すごいなんか、かわいいなんかスティーブ・ジョブズに泣きれなかった、うん、そうなんか洗練された丸いデザインのおとシンプルな、なんかもういやでもね今風なちょっと攻め攻めなスタイルで、まあね、いいと思います、うん、ちょうどね、だから知り合い の方に言われたのはだから晩年のなんか文豪みたいとか言われて、精神を病んだ人みたいな。いや文豪でもちょっとね一応なんか頭なんか落ち着いてそうな感じがするまあ会話のご覧の通り、うん、バンドマンとしては尊敬はされていませんでした。尊敬はね、うん、俺ね、そうそう、俺今回ね、ごめんね、俺その実家、本当は実家というか、うん、まあ元々の家は宜野湾なんですけど、うんうん、今ね実家が大里に移ってまして、大里 ね、うん、でジョニー大里、そうジョニー大里なんですけど、宜野湾どこ行ったーっつって、これちょっと永遠宜野湾で行っちゃダメなことか、まあどうまあいいんじゃないかな、まあ大里ですかね、いやでも、本当その大里で暮らしてるんですけど、うん、だから帰ってなくて、大里、大里をね、すごいよやっぱり待って大里のすごいことを今話す。まあまあまあ、じゃあちょうどだから俺今回忙しくて自分のその宜野湾の方の家に行けなかったんですよ、はい、で何だっけ、大里の方のお盆に参加して、参加っていうか道順のやつでちょうど家帰った、ね、まあ定番、そう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 、なんかほら結構近くのさ、自分たちの地元のところとかって結構ほら、うん、この昔よりさエイサーやってる人少なくなってきたさ。あー確かにエイサーの音聞こえるってなくなったな、ね、昔より、うん、俺もともと宜野湾の伊佐に住んでたんだけど、ちっちゃい頃は、うん、あの時はだからみんな青年会に入って本当にもう超大人数、うん、もう40-50ぐらいでなんかダン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 ってもう遅くまでやってたんだけど、うん、でなんかすごい最近少なくなってるらしくて、うん、で昔俺高校の時もエイサーの部活入ってたから、うん、そこもほらなんかあれやってた、この青年会に人がいないからっつってからエイサーやったりしてさ、うん、でだからなどうなってんのかなみたいな感じで見に行ったら、大里はめっちゃ人多くてから、うん、青年会が、そう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 、まあさすがに30-40とかいないけど20ちょっとぐらいいてから、うん、でみんなで大太鼓バン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 って叩いて、いいな、なんか昔見たあのなんか結構なんかローカルというか田舎、うんに行けば行くほど青年会とかまだ結構根強く残ってたりとか多分するんだはずね、俺も行ったもんだから、うん、結構なんかハーリーとか、あーとかなんかそういう青年会系のめっちゃ盛んです。でもエイサーは減ってるな。またいろいろメッセージもいただいてます。また先ほどの野の中の銀の小樽さん、こんばんは、はじめまして、サニーさん、はじめまして、こんばんは、はじめましてですね。またシュプリムシュプリムさんからもこんばんは、今夜は非レギュラー陣お二人が登場です。非レギュラー陣全然来ないもん最近コウタロウと俺の番組スペシャルゲスト、本当にすごい、なんかまたちょっとなんか新種するのやめてもらって、シュプリムさんもね、左側のイケメン風の彼はジョニー・ギノワンさんの息子ですよそうですね、そうそうそうですね、知る人ぞ知る、ジョニー・ギノワンの息子またあの野の中の銀の蛍さんからもツイキャスの拾っている音が大きくない、ない、うん、大きくない、皆さんの声割れてる感じです。ボリュームでかいらしいんでね、あ大きいんだ、一応直し方わからんわけよ、そのぐらいもうみんな大きい声出して必死に頑張ってますちょっと離れようか、まあまあね、ちょっとまあまあ
直し方がわからないそうなのでこれはちょっとあのどうにかやっていきます。いいですね、ローカルな感じも。またスージー、スージーからコメントが来てますね。コザのローカルそうだなな、あの一リスナーの人でしてエイサーの部活とかあるんですね。何気にちょっと僕とあのベースのヒューとあのユイチはエイサーの部活に入ってたんです。マジであるんだ。俺高2の1年間だけだけど、ユイチは高2高3ずっとやってた。何エイサーの部活は何をする？あ、じゃあボランティア部、うん、俺怒られて書道部に移籍になった先生よこれ俺書道してた。エイサー部で怒られる。エイサー部に入っ、あの部活に入ってたから書道部に入った悪いことだ。怒られて本当は書道部に入れられてたんだけど、うん、その中でエイサーのやつにも入って、うん、それで掛け持ちしてたの。そしたらその怒られてお前書道部に入れたのにお前書道部全然行ってないじゃないかって言われて、合唱部にまた怒られて書道部に連れも引き戻されて、俺も純粋な書道部してた。なんで一応受けるよね。めっちゃ本当になんで書道部に移籍するのかが、ね、合唱部に入るか書道部に入るかって言われたの。一回合唱部に行かされて俺逃亡してたんだよ。合唱部はさすがに無理だって。電撃移籍みたいな。さすがにだ、うん、なはーみたいな感じではちょっと歌える感じではなかったな。いや懐かしい、うん、まだメッセージもいろいろいただいてます。シュプリムシュプリムさんからもブンバーでダイナミック琉球に変わる創作エイサーの曲作るとか。ダイナミック琉球って何ですか？ダイナミック琉球に変わる、知らないな。何それ？勉強するな。熊明さん、熊明さん、海よ。ああ、今あ聞いたら分かる、聞いたら分かる、うん、あれに変わるエイサーの創作エイサー新しいな。やってる、あの結構使われてますね。まあ、うん、あの甲子園とかでもね、うん、あの沖縄有名になったし、またあのなんかね女子高生が歌って結構ツイッターとかそういうのでバズってたり。結構こケントも曖昧だな。ケントも曖昧じゃないか。まあでもなんかそんな感じ、うん、でもダイナミあの熊田明さんもステージで何回も見てるんで、うん、へえ、すごいかっこいい。すいません、わからないけど。え、知らない、知らなかったね。逆に俺がびっくりした、ちょっと焦った。フューチャーネバーノーズとかどうすか？エイサー、いやー、創作エイサーやってくれる方たちはね、結構いろいろ、曲に合わせてやってくれると思うんですけどね、うん、自分の知り合いのバンドも、結構そういうエイサーとコラボも。でもとりあえずじゃあ俺らの曲に合わせて、ユイチ高校2年間エイサー部だったから、うん、自分の曲でエイサして、自分の曲で今あ、いや 今ね、うん、俺あれでやりたい、ウズンビーラでやりたい。何それ、ああれ。あの俺アングラすぎだろ、アングラすぎ。あ、うん、なんかね、うん、元々ウズンビーラ、そう、あの那覇の国場地区にしか存在しない伝統芸能、俺は引き継いでる。その部活でなんか言ってたね。そうそうそう、ウズンビーラっていう継承者なんだ。継承者だっけそれ。いらー。金を叩いてヒーヤー。制服でやったらそれ股が裂けるぐらい足開く。雄一さんにはいらないな、それ絶対やってるとこ一回も俺見たことないと思う。継承してますから、もうちょっと崇めてほしい。伝統を継承してる割にはね、うん、全然何も伝統を生かしてないよ本当。じゃ日常的にやられたらはーってなる。そうだね。日常的にやったらこいつはやばいやつか、相当それが好きなやつか。だけど、いやでも本当うずん面白い、本当クワモって踊るんだけど最高だよ。いや面白いんだろう、ね、じゃあツイッターに上げてその動画。そうだね、ちょっと教え、あのうずんビーラー、継承してみたみたいなやつをいいなと思ったらいいねするよ。いいなと思ったら、まあ、だろうね、素直だな、だろうね。みんないいなと思っていいねしてる。面白かったらリツイートするよ。まあ正しい回答ですね。みんなでいいなと思ったらいいねしてあげてください。さっきのヒューさんの遺跡とかやばすぎるとかね。部活を遺跡するってね。めっちゃウケるよね。意味わかんないよね。僕、そうですね。またリクエスト。書道部唯一の男。確かに書道やってるなんか男ってなんかあんま聞いたことないよね。廊下から友達とかがいじりに来るからずっと苦笑いで廊下気にしてる。なんかめっちゃ上手いやつでなんかね、雰囲気がめっちゃかっこいいやつとかなら分かるけどさ、うん、ヒューさんだからね。笑うわな。全然そんな雰囲気もなかった。ちょっと後であのちょっと高校の時の話したよな、なんか俺は。どうぞ。まあまあ、でまたね、シュプリームシュプリームさんからも、うん、ダイナミック琉球を知らんとかってちょっと、もうぜひ聞いてみてください。 YouTube にもあるので、はい、いや
すいません。もういい曲。すいません。でもあの曲はわかるよ。海よわかる。まあね、多分沖縄の人だったらね、誰かしも聞いたことあると思うんですけど、うん、ということでリクエストしますということで、ブンバのドット2。ドット2。ありがとうございます。シュプリーム、シュプリームさん。エンディングの曲っす。大丈夫です。それで用意します。全然リクエストされたら流します本当に。じゃあリクエストいただきましたので、はい、で僕らの曲でドット2って曲を流したいと思います。はい、これエンディングだけどいいんだろうな。いいけどよ。いやちょっと今年はね、ドット3ぐらいにも行きたいな。あ、ドット3作る。え、ドット3いいね。なんでよ。ドット2バージョン2とかだね。いや、バージョンあるさ。まあまあそういう感じ。ドット3で、あ、ドットドットドットフォー。2倍速ドットフォー。ドットドットの2倍速。いいかもしれない。ちょっと作ろう。ドットフォーいいやん。ちょっとマジ作る。いや、ドット3もいいけど。ドット3でもいい。2、3来て4、次のドットフォー、ドットフォー。あー、いいかもね。いや、毎作2、3、4、5でどんどん増えていく。最後はもう全部ドットなんとかドットなんとか言う。早くお前失恋しないと思う。あ、大丈夫、今も大丈夫。出会いがないでかけてやばい、出会いがないでかけて出会いがないでかけて。やばいな、つらいなそれ。お前の人生の点と点みたいな。そうですね、ドット3つながった。でもドット3はちょっと失恋、ね、ドット3は出会いがない。あれ、どうも失礼。ドットフォーではまた失恋してほしいな。あ、それこれスティーブ・ジョブズの言葉です。そうなんです。これドットとドットをつなぐと線になるみたいなっていう。ああ、これちょっといいな。ちょっとスティーブ・ジョブズみたいな感じ。歌詞の中にいればスティーブ・ジョブズは言った。えいいと思ったんだけど、歌詞そのままでやる。あ、いいかも。ちょっとスティーブ・ジョブズが言ったドットをつなぐとテンポになるっていう歌詞を英語で。このメガネで黒のタートルネック。ああ、俺タートルネック結構着てそう。そのメガネ。いやね、シュプリムさんからメッセージ。ジョニーさんつながりで片瀬ゆりさんをこの番組のゲストに呼んでよって。彼女は歌手。あ、そうなんですね。歌手も片瀬ゆりさん可愛いっすよね。ジョニーさんの動画って話参考にさせてもらおうか。そうですね、ジョニーじゃあ、カカツエリさん顔を進行お願いしたい。カカツエリさんの顔、拳ぐらいしかないのかと。本当にめっちゃちっちゃい。アンバランスすぎてやばいでしょ。ちょっと持ってるけど拳じゃ、ほんとちっちゃい。誰の拳を確かめてるんだよ。誰の拳なんだよ。俺女の子と喋るの苦手だから緊張して喋れないやつ。すごいドギマギしてる。ドギマギしてると思う。新しい曲生まれるかも。かかずゆりさんと喋って何も喋れないっていう。そうっすねしか言えない。ああ確かに。使う。使う。会話にこもったらなんだっけ、なんだっけ。なんだっけ。お父さんとか。なんだっけっていう。まあ一応親父が。親父どうすか。あ、確かにそれがあればどうにかなるかも。ダメやん。会話になってる。多分1時間ずっとジョニーさんが話して終わりそうな。多分もう書かずに CM でお願いします。ちょっと喋ってます。素敵。素敵。ブンバーの夜なんです。ウィズの書かずゆりさん。素晴らしい。あ、なんか一緒にらしいわ。ゆうち、BGM どうする？あ、僕こっちから流していいですか？ゲストね、ゲストの沖縄のバンド。最近全然ゲストを呼んでないですね。確かに。そういえば。次来週呼ぼう。ジョニーさん呼んでみない？ジョニーさん？いいかな。それもここぞっていう時に。絶対はいいと思う。いいかな。俺見ときたいもん。なんだろう。マジで。
あのこの間フラット見た1時か2時ぐらい深夜のやつだ、コザの小座の裏側じゃないんですけど、小座の あのもうロックミュージシャンの方の還暦ライブでこのミュータンであのワンマンやってたんですけど、ロックンロールの、その方のあのミュータンのライブ映像も映ってたんですけど、もう沖縄のねあの著名人、もう国吉良さんも含めいろいろあの出てたんですけど、ジョニーさんも映ってて、ジョニーさんがブンバーのあのロンティーつけて前の方でマイク持ってしゃがんでイエーってやってた時に、なるほどって思って結構ジョニーさん動いてたから映ってたんだけど、ほぼもうブンバーのロンティーっていうのが分かって面白かった。いやありがたいですね、ありがたいですね、ありがたい。あ、まこっちゃんさんからデラデラ読んでほしいです。デラデラ忙しいからね、なんかデラデラ読んだらさ、もうあのみんなのあの源氏名忘れたけど、ハイランクね、カメラに収まらんだろマタニティデラックス、アゲハとかそんな感じ、ブーマロ夜なんです。はいね、戻ってまいりました。はい、はい、先ほど聞いていただいたのはシプリム、シプリムさんからもリクエストをいただきました。はい、ね、ダイナミック琉球に変わる次の創作エイサーの一曲、ブンバのドット2でした。無理やりすぎだろ責任取れ。結構早い、あの曲めちゃくちゃ早いからねでもね、面白いかもね、あの、どういう踊りを、エイサーをしてくれるのか。創作エイサーの人たちめっちゃかっこいいよね。なんかあのもうなんかもうダンスみたいにやる人たちでさ、国際通りの道とかでやってる人、めっちゃかっこいいの。あれできたら絶対、彼女できるよなあれ。いやでもね、確かにね、余裕だろ。創作エイサーの団体知り合いいるんですけど、ほぼ彼女いましたね。マジイケてんじゃん、イケイケやん、やっばエイサーしよう群馬エイサー取り入れる、エイサーしよう、エイサーそれでありな、ちょっとストイックにエイサーしよう。伝統芸能舐めすぎてる俺ら。彼女作るためにね、伝統芸能するわけじゃないですか。曲も芸能を広めるために曲作ってさらにエイサーもするっていうシュールだなエイサーのために曲を書く、ね、ちょっと新しいとこ攻めすぎてんそれちょっとエイサーのエイサーで踊るために曲を書く、いいかも。ちょっとふざけおふざけが過ぎましたけどこれをやれたら結構面白そうだね。まあ、でもね、結構祭りとかでは映えますからね、エイサー入ってバンドもあったら。あ、ちょっとエイサーしようか。すごい、いいな、オモイトランスとか入れよう大太鼓は持ってるからな、彼女あいつ手踊りバンドマンで固めるの、それバンドマンで固める。いやそれはちょっとね、あの体力がない、よくはない。あのセルラードームの横ぐらいで練習しようみんな集合って言って迷惑だな地味に遠いから嫌だっすいやあとピーファムがいれば、ピーファムがいればもうイケイケだから。あもうね、人の力しか借りてない。逆にピーファムがそういう立ち位置ですからね。ピーファムとヤングオハラとあとディスターにもお願いして、みんなでエイサーチームしてどうすんのそれ、披露すんの。楽しそう、うずもやろうよ。うずもいい、やっといて大丈夫大丈夫いやまあまあさっきね、なんかそのゲスト、俺全然ゲスト呼んでないっすねって話になって、はい、誰かで今度呼ばないとねみたいな話してたんですけど、 CM 中に、うん、ではまこっちゃんさんがデラデラさ、デラデラ呼んでほしいっすということでね。またかかずゆりさん、うん、かかずゆりさんよりは呼べますよデラデラ待って待って、デラデラなら実現できる。さっき忙しいからねって話してたに、デラデラのことでもあいつら4人いるから絶対誰か来れるよ。確かに、いや、かかずゆりさんの2倍ぐらいの顔の人、ボーカル拳何個分ですか、拳3個分くらいかな。ボーカルのアゲハ、アゲハちゃん、アゲハ、アゲハちゃんいいかもね。ちょっとギターのダイナゴンはあんまり喋ったことないからダイナゴン、あ、ダイナゴン、あ、ダイナゴンはドラム、ダイナゴンは最近ちょっとあれらしいよ、お休み中。そうそう、酒飲みすぎた、うん、花嫁修行中で。マジ新しいのが入ってる今。マジちょっとね、なんか源氏名忘れちゃったんだけど、うん、いい子だよ。俺アゲハも確かじゃないけど一応、まあ、うん、まあ、A ちゃん、いやいや、A 子ちゃん、あ、それじゃダメか、それじゃダメなんだ、あ、ごめん。
ううマタニティデラックスね、うん、マタニティデラックス、ね、そういうのはねちゃんとしっかりあの設定があるんで、設定って邪魔ですけどセンターの一番ボリューミーな彼彼彼女彼女は彼女ね、そうですよね、俺らがこうやってたら絶対呼んだ時大変になるからね、確かにちゃんと俺らもやっとかないと、結構彼らストイックとか怒られちゃうかもね彼らじゃない彼女間違えた、もう本当に怒られるやばいやばい知らない俺は知らないいやね、なんかそういうデラックスデラックスっていうバンドが最近沖縄にねいまして、うん、あのこのなんていうのか ねすごいあのグラマラスな格好、うんされてて、多分和田アキ子好きな人好きだはず、そうそうそう、あの昭和歌謡のカバーをやってるロックバンドがいるんですけど、みんななんていうんですかね、そのスナックのお姉様のような洋服、うん、洋服を着てね、うん、で最近聞いた、あそう最近この売りに出してた、売りっていうかこの、うん、宣伝文句みたいな感じで書いてあったのが、うん、あと30キロあると世界で一番体重の重いバンドになるらしい、やば女性グループって、女性グループ世界で一番体重の重い女性グループになるらしい、すごっ何それすごいよね、ギネス記録にそろそろ届くらしい、すごっ、うん、ちょギネスは達成してほしいな、ちょっとね、ちょっといいかもねドラムの彼女はだいぶ仲いいけどな、ドラムの彼女はもともとね、うん、私僕もねバンド一緒にやってましたから、ね、うん、あそうか、そう一緒にバンドやってたからねなるほどね、そう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 、まあ来週再来週ぐらいにはねデラデラをデラデラ、ちょっと連絡、お店も忙しいのか、あねそう最近お店もやってるんですよ、そのぜひ、ね、デラデラ、ね、皆さん、うん、遊びに行って、うん、鳥掘りのところでデラックスボックスってところ、首里ですね、首里のあの首里の鳥掘り、ちょっと中道にあるんですけど、うん、ぜひフラット行ってもらえば、もうちょっとジュックボックスもね置いてて、あのね上等だよね、50円で1曲聴けるんで、うん、あの自分この間500円分聴きました一人で、すごい、もう行ったんだケント、まあでも結構前、俺も行ってみたい、ゆうち今度行こう、あゆう俺結構行くよ、待ってラジオの中でさあの、うん、飲みの約束をしな しない、あ今じゃあ聞いてる人そこ集合しましょうよデラックスボックスにしようよ、いつか決めてください、今度時間決めてみんなで集合しましょう、 ねみんなでね、あの修理ありって方はちょっとぜひ、いいよね本当に、うん、まあまあぜひぜひなんか興味があるとね、オフ会ラジオのオフ会、人生初めてオフ会って言葉使ったFM あの分派の夜なんですオフ会、そんなのあるの、オフリスナーの皆さんと、うん、次の日休み取っときますやばいな、オフ会ってすごいな、うん、来ないと思うけど3人とかだったら引くけど俺ら、いや来てくれるだけですごい嬉しい、俺ら3人よ、なるほど悲しいな、うん、飲もうマジでオフだね、マジでオフの日だよ大概ね、ナインスクラップの種類が来たりするけど、ね全然リスナーでもなさそうな感じの人がどこから聞きつけてまあでもありがとうございます、ぜひぜひね、なんかオフ会とかそういうのがあるのならやってみてはいかがでしょう、いかがでしょうかって、やってみてはいいで、やってみたいですね、一回はなんか一回ちょっとやってみたいですね、オフ会か、いいな、シュプリームシュプリームさんとかまこっちゃんさんとか一緒に飲んだらケチョンケチョンにいじられそうだないやまあね、またあの野の中の銀の蛍さんからもリクエスト、誰の曲わからんけどビーチダス会話よろしく誰の曲や、誰の曲かわからんけどね、誰の曲だったっけ、誰の曲だったっけ、懐かしいような懐かしい気もするけどリーチダス会とはどういう意味ですか、結構好きな曲、天まで届け、天まで届け、天まで届け天まで届けリーチダス会天まで届けリーチスカイ、いいね、じゃあその曲紹介であの次の曲行ったらいいんじゃないか、ダメだろ、じゃあリッチザスカイ行けますか、行けますか、行けますか、ちょっとどっち、あそっか、うん、じゃあもうここはねあのもういや比喩がやったら天まで届けリッチザスカイ、えみんなにじゃあ聞かせていいの、天まで届け、じゃあもう渾身の天まで届け、もう、はい、昇天するぐらいフワンってやつ、あね、リバーブ、リバーブ、よし、じゃあ皆さんに僕らのとっておきの誰の曲か分からんけどお聞きください、天まで届け Reach the Sky ちょうどちょうど終わりの足りたちょうど配信終わった天まで届いたか、俺届いたね、思いが届いたね、どこまで配信されたかは分からないけど、今週のリッチダスタイム、いいとこで切れたんじゃねえかな。
めっちゃ使わない。うるさ。リフレインですか。どこまで行けるやろ。最近全然やってないですね、この曲。ああ、ギターリフはかっちょいいね、誰の曲。ダメだな。天まで届けっていう歌詞タイトルですけど。ルーチョスか。ワニマスかね。あ、ワニマだ。ワニマっぽくね。ワニマだと思ってますよ。ひどいわ。ワニマ。ちょっと自分で言ってちょっと聞く曲して。やばい、こっちからピーって言ったらいいんじゃないでしょうか。歌っていい。いいね。そうです。ここだけアカペラ。あれ前だ。俺が入る前ぐらいだったね。うん、シングル出してたのに22だ。3年前前で。ああ、じゃあ4年くらい前か。これはあと少しだ。10年前。この曲12月にスラムバーで作った気がする。そうです、そうです。ね、前もなんかちょっと紹介して。バンドやめようってやろうしてたもんな。バンドやめようと思ってできた曲が天まで届け。ルーチョスか。ルーチョスか。ダンスか。いや、歌詞の中ではリーチトゥーザスカイなんだけど、ちょっと曲名ってなったら。普通抜いた方がかっこよくない。変わって言ったの俺。完全にさ、完全にしょ。言いやすいでしょ、言いやすいからでしょ、そっちの。完全に文法当たってないのよ、この曲。リーチフォーザースカイなんだけど、ほんと。あの、ゾウもね。ちょっと喋りますね。はい、誰の曲かわからないですけど、はい、ちょっとリクエストをねいただきましたので、ね、あの、はい、ちょっと頑張って探して流しましょう。曲名を、曲名、うん、Reach the Sky。 、はい、あの沖縄で活動しているあの4人組の男性、はい、あの男性ロックバンド男性ね、ロックバンド、ロックバンドブンバっていうバンドの曲ですね。そうですね、すごいですね。一昨年なのかな。そうですね、中の銀のホタル。全国リリースされ、初の全国流通アルバム、リリースされてね、フロンティアから、はい、ウィーチザスカイですね。ウィーチザスカイですね。タワレコードでね、2位にはなったけれども、ね、沖縄ね、年間チャート、年間売上、ね、チャート、沖縄アーティストでスカイザリミットに次ぐ2位になったんですけど、はい、全然、そうですね、全然なんか2位になった気分がしないですね。垢抜けない。待って、落ち着いて、垢抜けないパンピーしてます。落ち着きなさい。この敷居の低さがいいって可愛がってもらいたい。心の声が全部出てます。あ、ごめん。敷居の低さがいい。ダメじゃんそれな。隣の席に座ったあの大学生みたいな感じで仲良くなってほしい。あの居酒屋で隣の席に座った大学生絡んでくるじゃん。ああいう感覚でみんなと仲良くなる。ちょっと下手したら忘れられるぐらいの感じだよ。これドラムのコウタロ聞いてたら俺相当怒られそうだな。コウタロ怒られる気がない。怒られちゃう。嘘です。聞いてるかもです。お家で全部撤回します。リーチザスカイ、リーチザスカイ以外は全部撤回します。はい、おふざけが過ぎました。一旦 CM 行こう。あの CM の、 あのかっこいいのよ。あ、 CM の、うん、なんで CM のかっこいいのって。じゃあ次 CM 入ります。リーチザスカイ。なんでそれ、お前聞きすぎだろ。むずいだろ。リーチザスカイしか言わねえし。むずいだろこれ。CM の行き方むずいな。CM って言うと思った。 CM とスカイとかね。むずすぎだろ。 CM ひねりがないからな、うん、沖縄発敷居の低いメロカマ。敷居の低いというかね。ありかなしかで言ったらあり派。今 CM 中だから言うけど、これツイキャスしか聞こえてないから。
リハ。これ鏡で見るってこと多分。いやでも俺あのこれ言ったらちょっとダメかもしれんけど、ありがたいですね、こういうちゃんとね、うん、あの一手間込めてくれる、うん、ところすごいと思います、うん、本当にちょっと逆にこういうの来てベタも応援すると俺はちょっと照れるんだよ。なんか何の話、頑張ってるな、この逆から読む、あのフロンティアって誰の曲教えてっていうのをわざと逆からやるのを、ちょっと蛍さんからのコメントにケントが大喜びしてます。逆からなんかね、あの逆になんかめっちゃピックアップされると恥ずかしくなる、ちょっとでもそれはあれだ、教えてって。あ、これもいい曲なんですよね。新しいってやつ。俺また俺だってこれ言うて、そしたらもう俺6年くらい前に作ってるこれ。フロンティアの PV 再始動しないんですか。ブンマロ夜なんです。危ない、 CM があったんだけど気づいてなかった今。あれ、ね、CM だったね今。CM 中ですか。完全に今おしゃべりしてたやつだ。いやね、先ほどね流してさせていただいたのはね、はい、リーチが使えて、また言うんかい CM 開けても。あ、そっか、そうだ、話してたんだ、そうだ。どんだけリーチが使えに、リーチ縛られてた。キーが抜けてるな。今日はキー抜けてますね。うん、本当にマジで天まで行けって話だ。いやリーチ、リーチが使えって言って、リーチスカイ、おお、さすが。なんでおおってカナダ留学行ったんだろ。1年間留学、俺も英検2級だよ。英検2級なのにね、あの造語を使ってるってところ、ね、一応まああの沖縄の他のバンドの中で2人英検2級持ってるのはいないよな、多分多分な。わぁ、そんな、そう考えたら俺たちって相当グローバルな。 A 詞の曲作りながらこれ文法違うだろみたいな、ちょっと沖小生みたいな感じするもんな。この文法は直した方がいいんじゃないか、文法直した方がいいんじゃないかっつって、ういちょっすかーっつってそうです、ちょっとだから造語作るのも上手いんだね。高校生の頃にこのボーカルのゆいちがちょっとなんか俺英語の曲も歌詞も書けるようになりたいから留学行ってくるっつって。マジか、それで行ったの。そうそうそう、サム41とかアブリルとかが出てるからカナダロックの国って行くって言って、行って着いてスカイプでカントリーの街だった全然ロックじゃないみたいな、なんかあのメタル聴いてる人が多いみたいな感じで言って、あのめちゃくちゃ着いた瞬間に話されたのが、ここはカントリーの街としてはすごく有名って。なんならフィンランドとか行けばよかったり、もうメタルの国だからね、フィンランドはすごいらしいよ。とりあえずそれで爆発したのか、なんかすごいボサボサな金髪になってた。スカイプ越しに見た20歳のユイチは、いや19だよ。あ、19か、あの時、あの時の方が、ところで3人さんの名前教えてっていやなんか、あ、まあ、いいですね、まあ、後半戦だからね、並び方もすごい、うん、あの、うん、それみんなに見えないからラジオ聞こえてる。でもツイキャスしてる人は見えるかもしれない、ね、コメント欄にすごいひねりを加えたコメント。いや俺こういうの好きです。あ、いいね、なんかなんかね、なんかあの2ちゃんみたいな。ちょ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 、信じないで。文豪的なところがありません、ちょっと、うん、じゃあ私、僕はゆういちと言います。そうですね、ちゃんとしっかりせえ、中盤戦ということで仕切り直しで、ブンバっていうバンドのゆういちっていう、しっかりせよ、もうちょっとちゃんとしっかり紹介して。ジョニーの息子だろお前。本当にお前もう出しすぎって。あのさっきちゃんと挨拶できる人は偉いって言ってるのに、ちゃんと自分のこともね、あの名前も言えない人はダメだよ。怒ってるよケント、大丈夫。ちゃんと自分のパート、自分の、あ、住所、いや、あの名前、住所言っていいの。住所言っていいの。住所言っていいけど、別に別に何もないと思うけどね。まあまあ、いやで僕はあのギター、そう、ね、ちょっと遅れて聴いてる人もいるかもしれないので、シキッとせ、はい、ブンバっていうバンドをやってます。でその中でギターとボーカルをやっておりますユウチと言います。よろしくお願いします。なんでお前挨拶まで文豪っぽくしてんの。メガネ変えたからって急になんかインテリ系みたいになるのやめてもらっていい。もうバカみたいな感じだよ。次俺なの。年功序列ね。あ、年功序列。はい、ブンバのベースを弾いています。弾いています。なんで急にちっちゃくなる。ええじゃねえ。もうちょっと足す、もう早く自己紹介して、これはさっさと自己紹介。自分が鳥でしょ。な、俺自分で自分地雷よな、
はい、ギターはギターと誤字脱字を担当しているですね。ギターと誤字脱字、冷え担当してます。ケントです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやね。ちょっとこのあとね、ドラム、うん、今日いないんですけど、うん、ドラムで、まあ、高太郎という、顔が拳4個分の方がいます。ああちゃんとなんかそこら辺反応してくれないとなんか俺をめっちゃ悪口言ったみたいな。俺小太郎に会ってて怒られるの嫌だもん。いやまあね、いやこの流れの会話的にはそういうの入れて今度あーねなあーってなるの今度小太郎、うちのドラムの小太郎にケントが顔拳4個分って言ってて拳4個分じゃないか拳4個って普通じゃない普通だな、うん、じゃあさっきの拳1個分拳4個分小っちゃいなデラデラのに対しては拳3個分って言ってたからね言ってるけど縦もっとあるわっつってあ、まこっちゃんさんから、はい、最近泣いたこと、怒ったことはありますか？なんかこれ盛り上がりそうな泣いいフリじゃないですか。ここ最近泣いてないですね。泣いたこと、俺最近ちょっとなんかさ、ちょっと元気を出したいなって思って、その元気っていうかなんか頑張るぞみたいな変な感じ変な感じというか、なんかメラメラしたいなと思ってワンピースを見返したの。泣いた。泣くな。泣いた。それは泣くわ。泣いた。ワンピース見て泣くか。俺あのウソップ海賊団のところはマジ泣いた。あっちはちょっと飛び飛びでしょ。じゃあなんか怒ったことあります？怒ったこと飛ばしすぎだろお前。どこのシーンで泣いたか聞け。いやそう、それはねワンピース好きな人に対してはもうずっと時間がなかったから。時間もあるからこそさっと行きましょう。うんそ う, うち家族があと2人いるからね。あそっかそっか、はい、そうあ俺どこで泣いたかっていう話もういいわもういいわちょっとほらもうまこちゃんさんもなんでこれ聞いたんだろうって言ってチョッパーがドラム王国から旅立つところのシーンで言うんかドクターヒルルクの見送りがツンデレっていうところで泣いそこかいツンデレっていうところで泣いたかい。もっとあるでしょエースのところとか嘘とか。あ違う違うそこしか見てない。失礼しました。ワンピース長いからさ。はい、はい、な怒ったこと、はい、最近怒ったことある？ゆういちさんに何で聞く？自分のあ、ケント怒った？ケントなんか今怒ってる俺怒りケントなんかあった？じゃあっないんでしょ、うん、ないんでしょ。ケント泣かないからな。あ俺あんまり泣かないんですよね。泣かない本当に。泣くって言ったらもう、うん、あ、ダメだなこれ言ったら俺とゆういちちゃん泣きだからな。あ、でも飼ってたハムスターが飼って3日で亡くなった時はものすごく泣きました。なんでよ。あまり本当に泣くなんかもう何年も飼ったハムスターとかだったらあれだけど。いやハムスター4匹飼ってたんですけど4匹亡くなって4回泣きました。すごい。一応ね俺ハムスターに悪いけどケントが泣くところそこなのかっていうのはちょっと。いや本当になんかもう大事な人とか大切なものとかが亡くなった時はものすごく泣きます。そりゃ当たり前だな。だから自分は当たり前だ。まあまあまあ後でげんこつします。なんか逆にあれだな。だから長く一緒に飼ってた猫だからその動物ペットとかが死んだらもちろん泣くさ。それ多分俺とゆうちゃんの、うん、ずっと飼ってた猫が亡くなった時、うん、俺ら二人で励まし合ってたもんな、うん、なんかそれもだし、うん、でなんかでもさ中途半端に飼って死んじゃったや動物とかなんか逆にちょっと悲しく多分悲しくないのかもしれない。でも逆にさ3日で多分さ死んだら逆に泣くはず俺。いやいやいや中途半端でも何でも責任持って飼ってんだからさそこはしっかりしようよ。あいやなんていうのその老衰とかで亡くなるとか。あまあまあまあだとすげえ悲しいじゃん。頑張ったってしっかり。俺も猫がなんか、うん、このなんか変なもん食って死んだとかねなんかその、うん、それなんも無念だな。無念だなってしか思えないさちょっと。俺も猫を15年一緒にもう家族の中で言ったら猫が一番年近いみたいな感じで猫と育ったから猫死んだ時はもう俺本当に立ち直れないと思った。なんかすごい自分の飼ってた動物のお話になってるんですけど、まあ、最近じゃないなこれ。まあでもまあ5年前ぐらいにめっちゃ泣いた話。ゆうちさんは泣いたこととか怒ったこと最近怒ったというか俺がバカな話なんだけど、うん、なんか去年だな、まあ、でも最近じゃないんだけど選挙があったんだけど、うん、なんだっけな那覇じゃないな、なんか俺選挙全然行ったあんまり行かなかったくそのなんか仕事だったりいろいろ用事があったりしてから、うん、でちょっと選挙行ってみようと思って幸太郎と近くの那覇の方のだから体育館みたいなところ行って選挙しに行ってから、うん、紙
紙はちょうど持ってなかったから、うん、名前多分出したらいけるんだろうなと思ってパッて言ったら、どこなんかもらいたいんですけどつって、じゃあ住所書いてくださいつって、はいつって、えあなた南城市に住んでるのって言われて、うん、那覇市民は那覇市でしか受け、あ南城市は南城市でしか受けられないよみたいなこと言われてからそう俺知らんくて断られてから。お前それ25歳でそのカミングアウトはだいぶ恥ずかしい。お前ちょっといや去年だね、去年、うん、本当にそのあれで行ってからなんかえそうなんだみたいな感じで、なんか自分になんか腹が立って自分に腹が立ったこんなことも俺わかんねえんだってすごいなんか可愛く中二みたいなこと言ったなそう来たか、選挙の投票の仕方もわからない自分に腹が立ったなんかあの相当なんか選挙員の人が態度悪かったとか、そこでなんか態度悪い人に会ってそこに怒ったとか、あの一瞬だから怒ったわけさ、なんか怒ったというか、なん別に沖縄住んでるからどこで投票してもいいやしって思ったわけさ。お前多分まだまだ先輩に可愛がってもらえるよ。帰る後ぐらいにで帰る時ぐらいによくよく考えたら、うん、それぐらい分かってない自分がなんか腹が立って。ゆうさんって結構自分情けな情けな、もう情けなくなってきたよ。もうでもゆうさんもこういう人ですから、皆さんあの可愛がってください。あもういいボーカルまたあの銀の中の、あ銀の中じゃない、どの中の銀の蛍さんからも、ゆういちちゃん、ひゆうちゃん、てんとちゃん、こうたろうちゃん、ぶんばなんですね、サンキューということで、ぜひ名前でも覚えていてください、はい。またあの、ね、同じくあの野の中の銀の蛍さんからも、幸太郎ちゃんって丸顔の皆さんより少し大きめのお顔でひげを生やしてる方。あ、そうそう、まさに、はい、結構知ってるんじゃないですか。ちょっと仏面の結構知ってるんじゃないですか、ね、うん、もしかしたら幸太郎し、幸太郎はそうですね、結構あのちょっとあのね、自分も高校の頃から一緒ですけど、日本ね、日本っぽい顔してるよね。何なんだ、よくわからない。日本っぽい顔してるよ、ね、マジでどういうこっちゃう。自分で言ってちょっと自分に腹が立ったやばくない、自分に腹が立ったっていうのやばくない、これちょっと流行りそうなんだけど、自分の不甲斐なさずっと情けない、ちょっと恥ずかしくなった時に自分に腹が立ったっていう、ずっと後からめっちゃダサい自分に腹が立った、めっちゃダサいっす、自分に腹が立った。いやダメだな、あのポンコツだな分は。おちょっと猫派の方がコメント、スージーから、俺普通友達なんですけど、スージー猫死んだら仕事行けないはず、行けないよ、いやもう猫派のみんなでその猫死んだら仕事行けないはずっていう飲み会できるいやでも俺まだ今あの猫死んだ時バイト行ったけど、うん、早退しそうになったもん本当にもう無理って思った、本当に本当そう、うん、もう俺もあちょっと暗い話になるから、いやこれやめよっか、やめよう、いや本当猫好きすぎてね、一日のレオも可愛かったよな、可愛かったんだよ本当に、うん、でもなんかだからもうあの悲しさを、うん、もう二度もう経験したくないから、うもう動物飼えないよね。レオっていう、レオっていう猫一昨年ぐらい亡くなったんですけど、うん、それで俺らレオっていう曲作ったからね。またね、歌詞的には全然ね、あのあれではないんだけどね。あのレオっていう曲ね、うん、CD にしてますから、ね、うん、はい。見たんですけど、うん、ね、猫の写真がバーって一面にあって。じゃああれレオな？あれ全部レオ。全部レオ。さすが親子だなと思って。ジョニー・ギノンさんのレオっていうシングルもちょっとチェックお願いします。実在した猫の曲になってます。すっごい本当になんかこの二人親子だなと思って、そこの時いやでもだからじゃなんかでも俺動物は飼いたいわけさ、やっぱ独り身だからすごい寂しいわけさやっぱり独り身かお前、まあ独り身あ一人、あすごい、まあ、結婚とかね、そういうの彼女とかもいないから。最近スマホで便利にあのなんか魚とか飼えるじゃん。えマジで、あのなんかあの偽物だよ。あなんだ、あの CG の魚、トカゲ飼いたいんだよね。ああ、うん、そうそうそう、いいですねトカゲ。トカゲヒョウモントカゲモドキってやつを買いたくてなんかお前 LINE で送ってきた。そうそう、送ったんだ。お前なんか LINE でなんか送ってきたよなって、うん、ちょっと前にヤモリみたいなやつ。そう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 、結構色とかでも値段変わりますから、ね、買えばって思ってたやつ買えば俺に腹が立った、うん、こんな LINE 送りつけるなんて、うんうん、仲良しかお前普通に、普通にヤモリ可愛いなって思って買えばって思ったそう、人に相談しないと買えないの、うん、買ったらいいさ。いや買いたいんだよ。でなんかやっぱでもね、世話ちゃんとできるかなとかもなんか考えるさ。もうね、あの買うんだったらちゃんと世話しないと最近あっ
った泣いたとか怒った話からそれまくってすごいことになってる要するに泣いても怒ってもないってことですね最近は心がない、うん、心はあるわな、まあね、あの楽しく生きてます楽しく最近、うん、僕に関してはちょっと最近息子が可愛い息子はもう何どうなったの今何半年半年になって、うん、もうめっちゃ可愛い喋るわけないだろお前ダディでダディ、うん、ダディ、ダディあーっていうあーって言ってるいつもまあね、まだ生まれて半年って言ったら何何何って言って駆けつけて、うん、抱っこしてっていう感じのエア出してくるから、うん、抱っこして落ち着かせるっていうそう、このそうだね普通に普通に幸せしてるまあ、ね、最初に覚える言葉がダーディーとかだったらめっちゃ面白いダーディーねダーディー絶対俺子供生まれたらダーディーって言いましたマジ最初はでさ後からお父さんに帰るじゃん嘘一回ダーディーって言われたらどう思うかなと思って、ま、はいやちょっと俺は嫌だなあたまたんって言われたりあたまたんって言われたりおとたんあたまたんって言われたりいやだこんな顔でお父さんが言うこれ俺が言うんじゃないか俺が言ったらいやまあまあ本当に話がそれちゃったんだけど話をそれちゃった自分に腹が立ってもうけんなもう使っちゃうちょっとねあの春季が早すぎていや春季じゃない春季かでもやっぱすごいね赤ちゃんって本当にそれるなあのもうあ肌がいい今日話したいことあったとってもあ何お前ゆういちがツイッターに書いてたじゃん、うん、沖縄の風習日本全部か分かんないけど沖縄のお盆って内カビ燃やすじゃん、はい、あれなんかばあちゃんとか じいちゃんとかおじちゃんとかがこれ、はい、あの世で使えるお金って言って燃やすじゃん、はい、でこれいくらなのって聞いてなんかみんな高い額行ってくるさ、うん、っていう話をお前ツイートしてたさ、うん、っていう話をしたかったあの内カビもし俺らがあの世に行ったら内カビ燃やしまくってもただでお金がいっぱいあるとしたら、うん、っていう話をしたかったじゃあ俺ってあれ俺さ真面目に考えてたのよあお前1万1億円って言われたんだろあれまあまあで、うん、多分これぐらいだったら2億ぐらいじゃないって言われて、うん、あの内カビめっちゃ2億分燃やした2億分燃やすってこと考えたら、うん、でなんかいろいろ話してたら口座に振り込まれるのかなみたいな、うん、なんかみたいな話してよくよくこれ向こうの仏壇に出てくるんじゃん多分そういう感じなんだと思うんだけど俺よくよく考えたわけさ、うん、そんなさ2億いろんな家庭から送られてきたら、うん、半端ないインフレ起きてんじゃねえかな物価多分高いよ卵1個買うのに6億内カビとか必要じゃねえかキャベツ3000万とかキャベツ3000万最近キャベツ高いから確かに多分大変だと思うよ、うん、確かにお金がありあもう増えすぎたら物価も上がっちゃうよなって冷静に考えたところがちょっとダメだったかもしれないもう盛り下がったなそれで天国は内カビなんていらないかもしれない、うん、俺もうあのこのその安易に内カビ燃やしたら、うん、俺らの先祖はこの俺ら内カビ燃やすことでこのお金をポッ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 もらってこのね俺らが送っているみたいな感じで想像して俺がもし向こう行ったらもう一層俺死んだ時あの火葬場で内カビに包まれて燃やしてほしいと思ってもう内カビに包まれたいと思って花とかいいやとか思ってた確かにそれ、うん、それだな、うん、ね最後あの花とかねあの入れる時もあるし内カビ入れるんだねもうそうそう思い出の写真と内カビ行った瞬間俺フィーバー思い出の写真思い出の写真アルバムと内カビあれに持って行きたいものそれやばいな、うんプータローだな絶対なっちゃうちカビ持って蕎麦屋さん巡りしたまあでもねうちカビは適度に燃やしましょううん揚げすぎたら先祖グータラしちゃうからまたねあのお家の中灰が舞ってあの、うん、めいたくなると思うんでそうだね何の話してんだろう言うてこのうちカビの話が終わりだよいやうちカビみんな燃やしたかお盆最後内カビかよまあお盆だったからねでも俺今日この話したかったから、まあね、この内カビみんなまあねもう内カビって言ったらもう沖縄だったらコンビニまで売ってるもんですからね、うん、そうですねあのそういったものであの伝統を忘れず、うん、ねエーサーもみんなしっかりそうそう、ね、協力できる方、うん、俺もし先祖になったら果物とかいいからお盆内カビいっぱい燃やしてほしい
まあ、でもいろいろね、あの備えるものでもいろいろ意味あるからね、野菜とかマンゴーとチカビ、あのサトウキビ、マンゴーわがまますぎるだろ、マンゴーとチカビ絶対お前だった、絶対お前家族だった、サトウキビしか送れない、三枚肉とマンゴーとチカビ。でもサトウキビはあれさ、あのこのお供え物を持って帰るために先祖があるからね、だからそのサトウキビを持って帰るためにサトウキビ俺サトウキビいいやということでね、あの皆さん、ね、はい、みんなお盆どう過ごしでしたでしょうか久しぶりに、はい、まとめましょう、ね、もう少し時間ですので、はいはい、1時間聞いていただきまして誠に本当にありがとうございま す。今回もメッセージいろいろありがとうございます。まこっちゃんさん、シュプリム、はい、シュプリムさんの中のホタルさん、スージーさん、次世送りバントさん、ね、たくさん本当コメントありがとうございます。ありがとうございます。今日最後にちょっと告知していい？あ、うん、いいよ。はい、僕らちょっと今日の最後、急に真面目に告知させていただくんですけど、来たる10月14日に那覇アウトプットで主催のライブします。詳細はちょっとツイッターとかに上げていきます、時間ないんで。あ、そうっす、みんなチェックよろしくお願いします。頑張ります。お疲れ様です。本当にお疲れ様です。お疲れ様です、みんなありがとうお疲れ様です。ウルクスか、お疲れ様です。すいません、皆さん。おはようございます。